センスが問われる領域においてこそ再現性がないという話をしています。はい、マスダ式心の治療メソッドの解説をしていこうかなと思います。はい、まあ、途中から見てもですね、分かるように話をしますので、まあ、パート3とかついててもですね、嫌がらずに見てください。じゃあ4ページからいきますね。参考、再現性のない世界であることと。困っちゃうね、この表現も。人間の心理は文化、社会、育った環境や家庭などの人間関係、教育歴など様々なものから影響を受けますと。その心理を対象とした芸事や料理、作品、嗜好品など歴史上同じものが続くことはなく、それらの正解ないし教科書は常にその時代、文化、社会に合わせて更新されていきます。難しいね、何言ってんだって感じですね。人間の心理は、まあ、影響を受けますよと。でどんなものに影響を受けるかというと、文化、社会やいろんな、まあ、ものですねと。で人間の心理が作り出した芸事や料理、作品などもそういうさまざまな文化、社会の影響を受けるので同じものが続くことはないんだと。だから芸事や料理、作品や嗜好品、いろんなものはそういうさまざまな影響、社会の変化の影響を受けるので、正解とか教科書とかそういうものはなくて変化していくよということが書いてますね。なので精神科臨床も同様で、まあ、こういうカウンセリングの話とかね、こういう心持ちがいいよとか、そういうものは社会変化に応じて患者の生活環境や趣味思考が変われば、変わっていくんだと。だから最適な声の書き方、態度、接近方法も変わる、だから傾聴がいいよって聞いてたし、それがここ治療のメソッドだったんだけども、傾聴の時代からもうちょっとSST を中心としたコーチングというかね、そういうふうな問いかけの方が重要というふうに今変わってきてますから、世界臨床は発達障害の人が増えてね、そういう中でいろいろ変わってきてるよねということですね。だからこれはね、結構だからエビデンスと追いかけすぎても困るわけですよね。だから人間が持ってる心理の心って脳なんですよね。だから脳っていうのはそんなに変化していかないんですよね。たかが10年20年では遺伝子レベルまで変わっていくことって少ないので、もちろんエピジェネリックな変化といってですね、親の世代からの変化を子供のもう変化として受けるんですけど、小さい変化を受けるんだけども、そうは言ってもやっぱ人間はに、こう、DNA の影響が強いので、まあ、そんな変わんないよねと。ただ文化は変わっていくんですよね。だから脳由来の人間の心理とか、そういうものは、ある程度エビデンスがあるんですよ。暗いところは怖いとか、高いところ行くと怖いとか。だけど言語ベースの言語的な介入、言語ベースとか社会とかそういう言語を中心としたものの、から受ける影響、心は文化から規定されるので、文化によって作られるんですね。なんか言えてないですね。心は脳であり、生物学由来、生物由来のものがある。でも一方で心はその言語によっても作られるので、言語由来のものについては由来のカウンセリング技法については変化していくよということになります。だから芸術みたいなものとかアーティスティックなものっていうのは言語界由来のものが多いので、やっぱ変化を受けるというかね。これむずいね、この話は。なんかうまく説明できる気がしないですけど、ややこしいですね。だからちゃんと書けてないとも言えるんですけど、だからそのもう一回言うと、心ってハードウェアな部分ありますね。だからパソコンと一緒なんですよ。ハードウェアとソフトウェアがある。ハードウェアっていうのが、その生物由来ですね。で、生物的な由来。で、ソフトウェアの部分は社会文化的な由来から来てると。で、このハードウェア由来っていうのは、DNA っていう遺伝子を設計図にして作られているので、遺伝子っていうのはそんなに変化しないので、10年20年じゃ変化しないので、人間が持ってる DNA は、ある程度の普遍性はあるよと。
一方でこっちの文化ベースの、心っていうのは、割と変化していくよねということですね。でだから精神科臨床もこの生物学的ベースの臨床のやり方、例えば発達障害の人にはもうちょっと具体的に伝えていくっていうことにはこととかは結構再現性があると思うんですよ。だけど、うつ病の人に無理をさせないとかね、そういうのはあるんだけれども、もうちょっとカルチャーベースのところ、例えばですね、男らしくなれやれっていうのはある時代においては男らしくやれという励ましで患者さんの心を奮い立たせてすごく元気にさせる言葉かもしれないけれども、現代においては男らしくやれというのはただプレッシャーを与えて潰されるだけの言葉になっちゃうし、反感を買うようになっちゃうかもしれないし、あなたは綺麗だからお嫁さんになれるから大丈夫だよっていうのはある時代においてはもう10年もう50年ぐらい前だったらそれは一つの患者さんに対する愛情であれ褒め言葉なんだけれども、現代においてはただのセクハラというかすごく差別的な医者の発言になっていくわけで、こういうところですよね、精神療法の、違いって、そういうことを言ってます。つまり精神科臨床におけるカウンセリング技法は再現性が極めて限定的だということです。はい、だから、再現性が全くないわけではないですが、その治癒の本質は再現性がない場所で起こっていますと、つまりその生物学由来のカウンセリング技法だからっていうのはそんな教わらなくても分かるわけですよ。こんなのある程度、まあ、普通に常識的に考えれば、うつの人に頑張らせないとか、妄想を否定せずに妄想を楽しく聞いちゃうとか、そういう生物由来のところですよ。だけどそういうのは、まあ、もちろんね、強迫性障害の人に汚い手を洗っていると時にそれを否定せずに、いや確かに汚いからもっと手を洗った方がいいよって言い続けるとか、そういう生物的な問題を加味しないような精神療法は絶対ダメですよね。ちゃんと考える。だけどそこじゃなくて、もうちょっとその時代の価値観とかに合ったところこそ技術者の腕の差が出るし、治療の本質だというふうに僕らは考える。だけどここは再現性がめちゃくちゃないんですよね。そのセンスが問われる領域においてこそ再現性がないという話をしてます。で、つまりふりかけご飯において味を決定するのはふりかけの味や風味の違いであり、栄養の大部分を示すご飯の方ではありませんと。だからその生物的なことを考えると、こうしこのエビデンスのありそうなことを言うとふりかけご飯のようなご飯の部分なんですよね。だけどこう味を決定づけるところとか人間のインプレッションのところってふりかけの味なところなんで、そこは治療者の腕がすごく出るし、そしてそれは再現性がない。それはふりかけの味っていうのがその当時はこれが一番おいしい味だったと言われるけれども、10年前20年前はみんなの下の好みが違うから最適解じゃないというかね、そういう形です。だから僕のこの本っていうのもそういうことなんだよってことが書いてます。はい、難しいね。だからこの時代というか、この YouTube を通して考えて感じた増田らしさをエッセンスとして載せてますと書いてますね。だから再現性を追求した本ではないですよと、だから生物学由来のこうしたらいいっていうものではなくて、この時代今ここにいる僕ら、そしてここにいる目の前のあなたたち、そして僕の気持ち、僕と価値観共有できている今ここのあなたたちに対しては価値があるよということを僕はここで言おうとしてるんですよね。そしてその記録なんだよと、この本はというふうに書いてるということです。で、その増田雄介らしさが何かっていうと、問題解決能力および需要と定感だというふうに書いてるんですね。本書が読者の皆さんの問題解決能力および需要と定感の獲得および向上の参考になることを願ってますということになってる。でこれがですね、まあ、書いた後に、まあ仕方がないっていうとかですね、生まれてきてよかったっていう言葉に集約されていくことになるんですけど、僕の中では、まあ、こういうことがこういうベースでですね、やっぱ仏教とかをもうちょっと取り入れて、
オリジナルの、ね、メソッドを、まあ、自助会の人向けに、特にそして増田祐介の YouTube を見てる人たちにとって一番最適なものは何かということを考えて作ったということになりますね。はい、ということでした。でここまでが前書きですね。で次からはですね、この図ですね、治療の図、この2枚の図を解説するような話が続いていくということでございます。はい、ということで終わります。はい、はい、ドクターの増田です。緊急で今動画回してるんですけど、こう渋谷のですね、天狼院カフェさん、宮下パークのところにあるもう駅近のところで今日サイン会してきた、サイン会兼講義してきたんですけど、今ですね決まりました。ここで連続講義あります。で連続講義やるんですけど、プラスですね、あのネット上だけじゃなくてここで本も買えるんですよ。なので、まあ渋谷に来た時にはですね、この天狼院カフェさんで本を買ってもらえるとですね、いいかなと思います。増田メソッド、これね、これ、発売するということです。で連続講義なんですけど、日程決めます、まだ決まってないんですけど、金曜日に多分やると思うんですよ。でこの本をの内容を解説する、まあ今動画でもちょっとやってるんですけど、実際現場でちょっとディスカッションしながらやろうと思います。で天狼院カフェさんの方で、オンラインのシステムを組んでくれるみたいなので、そちらに基本お任せしてやろうと思うので、リアルな人は何十人か来れて、であとはオンラインでも見れるという形でやってみようと思うので、まあ、もしよかったらですね、来てもらうといいかなと思います。はい、じゃあまた。